はい、では、最後の。はい、では最後のスピーカーになります。えー、浅井雅也さんと、ええー、立石いおた。ええー、ええー、りょうじさん。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。えっ、ー、と、T. V. W. は行動のシニアクリエイティブディレクターをしています。浅井雅也と申します。普段は、あの広告を作っています。で、立石さん。 えっとパラ卓球協会の広報をやってます。普段は学部チアです。卓球を超えろってすでにも始まっているので始めさせてもらいます。えっとパラリンピック卓球いわゆるその皆さんにあまり知られてないパラリンピックを全く違うものとして新しく発信していこうということで、今雅也さんと一緒にやってます。えっとまあ、いきなりなんですけど、パラスポーツとかパラ卓球見たことあるっていう人いますか？<ー> でなんかあのニールさんの調査なんですけどパラスポーツ見たことある国民というのが、えー、とめちゃくちゃゃく少ないです1%、えー、ともう結構絶望的な数字だと僕たち思っていてこ,はここはちょっとまあ1%より多かったですけどあのそのな状況を改善しようと僕たちあの面白い卓球台を作ったので今日、ご紹介させていただきます。 でなんであのそもそもパラスポーツとかパラ卓球あの見る人が少ないかっていうと、まあ、理由はいっぱいあると思うんですけど、まあ、大きくはやっぱり共感感動ポイントが分かりにくいとあと何が面白いか分かんない。なんかやっぱ普通のの健常者の あのスポーツの方がダイナミックでこうスピーディーな動きとか見れて面白いっていうイメージがあると思うんですけど実はなんかパラ卓球ってあのパラスポーツの中でもすごいユニークでいろんな障害の人が混ざってあの対決するんですよ。か分かりやすく言うと右てない人と左足ない人が戦ってでしかもそのお互いの弱点攻めまくるっていう結構えげつないスポーツだっていうことに僕も全然知らなかったんですけど。そんなあの選手が あの見てる世界っていうのが一人一人違うんだろうなとでなんかそれをうまくあの世の中に伝えていけばま僕自身あのタッさんとかにもいろいろ教わってあのそう変わっていったように世の中の人もそのちょっとえげつなさでも面白さっていうのを知ったらいいんじゃないかと思いましたでえっとアプローチとしては選手にインタビューをしてそれぞれが感じてる卓球の世界っていうのを卓球台の形をスケッチしてもらうことで。 と表現しようっていうアイディアにたどり着きました。で、えっとナショナルチーム20人選手いるんですけど、ま1、あ、番左の人とかうん。えっと、茶田選手って言って、この人車椅子なんでえっとネットのそばとか届かないんですよ。なので、自分のコートが長く見えているとかで、真ん中の人は左足が悪いので、左に大きく動いたときにすごく遠く感じるとかで1番。こっちはえっと手が短いので全部こう。歩きも動きもあって。 だから彼はっていうふうに、えー、とナショナルチーム20人分のこのイメージっていうのを作って、はい、21人か、はい、っていうのを一緒に作りましたでそもそもこれだけ形あの好き嫌いのさっき話がありましたけどそもそも多分障害者って日本じゃ好き嫌いの判断の前に知らないとか分からないから触れれないだけなんで、まあ、こういうふうにすごいかっこいいビジュアルを作ってまずは面白いとかって思ってもらうところからっていうところからこういうのが始まりました で僕たち実際にこの形を台にしましたで今映ってるのがそのャダ選手車いすの選手でネットに手が届きにくい台長くなってる台ですね。で片もう片方の,あの 方は通常の台なんですけど、もう片側が常に変形してる台というのを作りました。で、これはあの両手が短い選手なんですね。生まれつきなんで、その選手はこう。手が短い分手が届かないんで、走り回らなきゃいけない。だから僕の台は大きく丸くなってるとで、この選手は左足が不自由なんで。 左足に踏み込んだら右にもう戻れない。だから左側が僕は大きく感じるっていう台を作ってもらってます。で、えー、とリオの時の、えー、とオフィシャル台を作っていたサンエイさんというメーカーさんにで、まあ、おそらく東京オリンピックパラリンピックもこの方々が作ると思っます。 言われてるんですが、えー、とこのレジュブルーっていうんですけどこの彼らだけが作れる色で,で結構マニアックにあのどこにボールがバウンドしても同じ反発ケースでこう同じだけバウンドするような仕様になってたりとかあのもう競技用レベルの台がもう本当に変形したっていうものを作りましたでこれ僕たちフィンって呼んでるんですけどなんでこんな形してるかっていうと一番下の土台の部分が通常の卓球台の プロポーションになっていてそれがこう上に行くにつれてどんどん変形していくというちょっとストーリー性のあるデザインにも仕上げていますこれはあのパラフェスといって11月に6000人のステージでえっとやりましたで黄色いユニォームの人がえっとリオオリンピック銀メダリストで手前がリオパラリンピックの選手で手前がえっと普通の変形していない方にいるんですけど障害を持っている。 向こうは障害を持ってないんですけど変形した方にいるんでこれでイーブンなんですよ。で真剣勝負が成り立つというすごい面白い座組で見たら分かるようにもうめちゃくちゃ広いんですよこれ実際やったよりもで最初はなんか大丈夫負けないよ俺って吉村選手言ってたんですけどやばいって言ってめちゃくちゃムきになっててだこれであの健常者と障害者がすごくイーブンで同じ状況っていうのも作れるこの台でそれによって吉村選手があ すすごいですねこんな世界で戦ってたんだとかそこで相互理解いわゆるそのさっき言ってた好きか嫌いかの判断のもとになるその知るっていうことができましたっていうコメント頂きましたでこれを今度そ,のそれだけで終わらずに教育の場にもどんどん落とし込んでいって本当にその社会日本の社会自体がユニバーサルになっていくために子どもたちにこういう教育をしたいなと思って今一緒に小学校ともやってます 一応渋谷区のオリパラ事業と今度きちんと組ませてもらってどんどん広げていくつもりですでやっぱりあのこの台って可視化してグラフィックでポスター貼って終わりとかっていうことだけじゃなくて実際の台を作れたっていうのがやっぱり一番大きいと思ってますでやっぱりこの実際に体験することで子どもたちもこんなにネット遠いと思っているのにやってるのがすごいとかやっぱりその選手へのリスペクトが生まれて。 でより理解してでオリンピック・パラリンピック絶対見るみたいなふうに言ってくれるふうになりましたで、えー、と不自由はある不可能はないというのがあのパラ卓球の今スローガンとしてやらせていただいているんですがもう本当にパラ卓球面白いんでぜひ皆さんも見てくださいよろしくお願いしますありがとうございましたじゃあぜひパラスポーツやっていきましょう見ていきましょうありがとうございましたありがとうございます では、えー、ちょっと時間も今日をしているので、はい写真を前に集まって撮りたいと思いますのでどうぞスピーカーの方皆さん前に前に並んでいただきいて先生。一つだけご説明ください。えっとこの卓球台えっと三十日からえっとモビルさんのあのトラノモンヒルズで三十、えー、日から八日まで展示させてもらいます。ぜひ見に来てください。